アイロン。アイロンとは、熱と自重により、衣類のシワを伸ばす、固定状の道具を言う。古くは炭火を熱源としていたが、現代では電気によるものが一般的である。近代では衣類を高熱で殺菌する効果も認知されている。熱した金属の熱と重みにより、布を伸ばすという工夫は中国においても古くからあり、そのような行為を、衣、常。 布を尻の下に置いて、熱を加え伸ばす、火、光生、蝶が、主に敵を鎮圧する武漢を指すようになったため、特に火を使うことを強調し別字としたといい、それに用いる道具を、火または、のし、とは秘釈でその形状を表すといった。日本では、平安時代に編纂された、辞書、和名類受賞に、火のしが記載され、貴族の邸宅などで使われていた。 片手鍋のような銅製容器に置きき器にした木炭を入れ、熱と容器の重みで布のシワを伸ばしたほか、冬は寝具を温める用途もあった。庶民は朝などで折った服を洗った後は台に乗せて木ぬで打ってシワを取っていた。後には小手を炭火で加熱して日のしの代わりとされるようになった。放置する炭火アイロンが登場した後も、 日のしはは服を伸ばす際には多く用いられ、電気式アイロンが普及する昭和三十年頃まで使われていた。日のしから伸ばすことを意味するのしにのしの字が当てられ、やがてのしあわび、製造には日のしは用いられないを経由し、刑事の贈答に用いるのしの用事なる。なお、アイロンとしてののしは、漢語ではウッドと読み、現代中国語においても、 普通話はアイロンを意味する。炭火アイロンは本体内部に着火した炭を入れ、その熱を利用して衣類のシワ伸ばしや形直しを行う器具である。上面は開閉式の蓋になっており、ガス抜きの煙突と握り手がある。炭火アイロンが日本に輸入されたのは幕末頃とされており、ペリー雷光寺の様子を表した松浦武四郎の下田日記にその絵が見られる。 炭火アイロンは明治に入って広く普及した。日本では江戸期以前から炭火を使う暖房や調理が一般的であり、それをそのままアイロンに転用できたので都合が良かった。特殊な例になるが、第二次世界大戦時の金属教室による代用陶器にアイロンも含まれており、陶製の炭火アイロンが開発され流通した。炭火以外にも熱湯を入れ利用する陶製のアイロンも、 この時期には流通した。西洋ではアイロンは火力調整が難しく布を焦がす問題や中の炭が弾けて火の粉が飛び散ることが問題となり中に炭を入れない小手型のアイロンも広く使われた。これは石、鉄、銅等々で製作され使用するときはアイロンストーブと言われる専用のストーブの上及び周囲に乗せて加熱するもので火の粉が飛び散る心配はない。 現在でも、和裁やパッチワークなど、通常の大きなアイロンでは難しい細かい部分の処理に小手型アイロンが使われている。ただし熱源は電気に置き換わっていて、多くは持ち手に内蔵された電熱器で小手先を温める仕組みとなっている。電気式アイロンは、20世紀初頭から普及した電気によって熱を発生させるアイロンを有。これを発明したのは、 トーマス・エジソンである。エジソンは電球の発明者と広く認識されているが、実際には発電から家庭への送電までの電気の事業化に成功したことが最も大きな功績である。電球の普及が最大の目的であるが、それだけでは電気事業の立ち上げには不十分であり、それ以外にも電気の使い道が必要であり、電気アイロンはその一つであったとされる。 現代においては、電熱線に電流を流すことによって発生するジュール熱を熱源とするものが一般的となり、単にアイロンといった場合はこれを指す。電気式アイロンという故障は、単にアイロンといった場合に炭火アイロンとの混同を避けるため、便宜的に用いている。アイロンには、掛け面の温度を調節するスイッチが装備されている。 衣類の素材に合った温度を選択することが慣用である。衣類製品にはアイロン掛けの温度が表示されていることがあるので、それに従うのが望ましい。当て布を必要とするものや、全くアイロン掛けができないものもある。アイロンは掛け面の温度を検出する部品が内蔵されている。掛け面の温度が設定された温度を下回ると、電源が温状態になり、 設定された温度に達すると自動的に電源が切れる。家庭で用いられる多くのアイロンは商用電源を電源とする。アイロン本体より電源コードがコンセントまで伸びているのが通常であるが、アイロン掛けを行う際はこの電源コードが煩わし感じることがある。そこで登場したのがコードレス式である。電源はそのスタンドより伸びており、 アイロン本体の加熱はスタンドに乗せている間のみ、行われる。掛け終えたら、スタンドに戻し、再度加熱する。取っ手部分を折りたたむことで、コンパクトに収納できるアイロンが開発されている。繊維は、水分と圧力と温度を加えることによって、ある程度変形させることができる。そこで、人体の丸みに合わせて生地に丸みを持たせたり、シワを伸ばしたり、折り目をつける目的等で、 アイロン掛けがなされる。また、当て布を掛けることによって、温度と圧力の調整が可能となる。木綿や麻のワイシャツは洗濯するとシワが多くつき、アイロン掛けが必須のものが多かった。そこで、アイロン掛けの負担を軽減するために、生地に化学繊維等を混合したり特殊加工をしたりすることで、携帯安定、形状記憶機能を持たせた。 アイロン掛けが不要と称するものが多くで回るようになった。アイロン掛けは生地の変形だけでなく、ワッペンを生地に接着するときにも活用される。裏にアイロン接着用の糊を付けたワッペンを生地に乗せてアイロン掛けすると高熱によって糊が溶けて生地に接着する仕組みになっている。エクストリームスポーツの一種目として、 エクストリームアイロンがけなるものがイギリスで誕生し2000年以降世界的な広がりを見せている。このスポーツのプレイヤーはアイロニスト、アイアニストと呼ばれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。